しました。ライブではニューアルバムに収録されている新曲ソウルプレイドなどを初披露。ラビアンローズなどのヒット曲も披露してファンを沸かせました。さらに吉川さんを支えるバンドメンバーも超豪華なんです。こちらザ・イエローブルス藤井秀明さんに増えラッシーのイノランさんが今回初参戦したんです。超豪華。そしてこちらをご覧ください。加藤さん、はい、浦田さん、森さん、天の声さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。階段を語る時の明るさ今回ライブ終わりで吉川さんがスッキリの独占インタビューに答えてくれたんです。かっこいいよね、登場インタビューでは吉川さんが初日を迎えた感想を教えてくれました。スタート、やっとできてよかったなと思うんですけどね。コロナ禍でね、まあ、いろんなハードルや障害が あるわけじゃないですか。一休しても始まらないので、もうその日その日をちょっと不屈前進かな。見事に最初外したけどね、後半は当たりました。全部やるためにやっぱり日々体をやっぱり動かしてないですよね。いいことだと思います。別にね、あれをやるためにコンサートやってるわけじゃないんですけど、期待されてるところもあります、まあ、そういうのもあるんだろうね。やっぱり見れたらおーっとこうテンション上がりますよね。この新作よくできるよね。すごいですね。ただね、カツさん、直前までこのシンバル聴くのためにね、ああこんなご苦労もされてんだってシーン撮ってるんですよ。本番前のこの姿ご覧ください。サンドバッグを蹴ってシンバル聴く備えてらっしゃる。ハイキック高えな、やっぱりいいの入りますよね、これね。これ綺麗でしょ。さあ一回見えなくなる内満蹴りみたいな感じだな。なるほど、こう一瞬真ん中ミドルに行くかなと思ってクッとひねって上に行くやつね。さすがですよ。これでシンバルを蹴ってるんですから、自分がシンバルだったらたまったもんじゃないですよ、ね、さあそして吉川さんといえば、ふざかないで親友が天の声ゴールドをやってくれたでしょ、はい、その時の親友の感想も教えてくれたんです。天の声ゴールド、今日は私が担当いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シンバルを蹴ったり嫌なんでしょ。陸上より水の中の方が得意です。水球をね、そう水球を今やってます。お久しぶりでございます。どうもどうも。正解、私の親友は吉川浩司さん。すごい、はい、ということでどんどん行きますよ。やばいっすね、あれはね。なんか不思議なところに陥るっていうか、気をつけないといけないなと。出てないから自分はこのカメラの前にいないし、気が大きくなっちゃうじゃないですか。みんな余計なこと言っちゃったり、あれは要注意だね。あ、そういうことか。吉川さんの親友がおっしゃってたそうでございますけども、ね、顔が出てないと開放的になっちゃって、そう本当はこんなこと言いたくないのになっていうこと言っちゃうときある。わかります吉川さん、私も13年そうでしたから。さあそして今日はそんな吉川さんからクイズをいただきましたので、加藤さんにクイズです、はい。私はですね、ドラえもんや映画のセリフを覚えてるちょっと変わった覚え方をするんですけど、それはどんなんでしょうか。怖い話してるんだな、クイズしてるの。さあ加藤さんにクイズです。吉川浩司さんがセリフを覚えるときに変わった覚え方してるんですって。それは一体どうやってか、注文で答えは知るなとお願いします。あんまない、やっぱりないと思う。吉川さんくらいじゃないですか。吉川さん流ですか。はい、これ吉川さん流だと思います。ぽいぽいぽい。さあ加藤さんにクイズです。吉川浩司さんがセリフを覚えるときにする変わった覚え方とは一体なんだ。モニカのリズムに合わせて覚える。おじゃあラシンとか違います。モニカ使えません。使わない、はい。じゃあ憎まれそうなニューフェイスとか。いや、吉川浩司来たな。コンプレックスの、うん、コンプレックスとか、いや違う、ベベとか。こちらね、
これ何かをしながら覚える、米に写経しながら集中できるよね、書けそうだけど、うん、違います、まあ、楽器弾きながら、え、楽器弾きながらじゃないのよ、さあギターながら、え、ギター弾きながらではない、ギター弾きながらじゃない、これね、でも何でしながらね、キッカーさんと深い関わりがある、戻ってきて、キッカーさん、昔ですよね、水泳しながら覚える、正解、正解は、まあ、水中泳ぎながらとかダイビングしながらとか、お前当たらないかな、水中でもできるかなと思って、そしたら案外水中の方がいいかも、とかなん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 とかって、まあ、1ページぐらいとか2ページぐらい覚えて泳ぐじゃん、でずっと言いながら泳いでもらってきて、まあ、正解って、なんだろう、もともとスイマーだったからかな、ずっとそれで人格形成も半分水の中でやってるんだよ、落ち着くんだもんね、すごくないね、別に2キロぐらい、そこに水があるからさ、早かった、そこに水があるからさ、名言でございましたけど、母さん見事水中で覚えるでした、すごいね、台本をあれするんですよ、ラミネート加工、うん、え、して、水に濡れても大丈夫だして、プールサイドに置いとくんです、うん、それで覚えるそうですよ、へえ、なんか動きながらっていうか動作と一緒に覚えるのが一番いいっていう、なんか歩きながら覚えるさえね、よく聞きますけどね、うん、聞かさなしが水中でということでございます、見事大正解でございました、さあこちら現在発売中のニューアルバム、オーバーサンタイムを引っ提げた企画をしたの全国ツアー、来年2月まで行われております、ちゅうことで今日のクイズここまでした。